はい、今日はどうですか、今日のオクタラミは。今日はコスプレイヤーさん。何？めっちゃバーンいいです。めっちゃバーンがいい。あとコスプレイヤーいっぱい。あと何本いきますか？7本。お、はい、頑張ってください。あ、6だよ、6。待って。はい、検証オクタラミ GS。 久しぶりだよ。それくらいしっかり足首入れて緩まないように。しかライン取りとか踏む位置とかいろいろ考えながらおいで。続き。ヤマト、ちょっと腰開いてる。ごめん。腰しっかりターン方向に停滞していくように。タイミングだったらポジションしっかり考えながらいろんなことやっていこう。ふわちゃん、腰しっかり停滞させろ。もっと少し開いてる。いや、いいよ、普通に全部クロッシングとか。なあ、こんな場でずらさないの。はい、ね、どうしないか。なの、もうちょっと腰、内腰高くしろ。うん、すいさん、アクセル取ってます。ちょっと打ち腰低くなっちゃってますよ、はい、もうちょっと高く切る。どん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 いけ。ハイタイム危ねえじゃん。もうちょっと切り替え、前にゆっくり動いてるから、急いで焦ってパンパンパンって切り替えないと。はい、軽症2本目。みのりさ、もうちょっと頭の位置変えないイメージにしてごらん。もっと足首爪やつ抜かない。ザートカレー。ヤマト、今の方がいいの？腰の向き全然整体しててよかったよ。あの上ぐらいの踏む感じを出してこい。あの右外側、板だけ先行かせちゃダメだから、ね、腰が下がっちゃってる。あいつはかも。かの内側もっと高くしなさい。内側をもっと、内側が低くなってるよ。一回足首緩めないようにと。あ、吉野さん2本目。今ぐらいの高さでいきましょう、はい、腰の高さ。OK です。で、目線下がんないように、はい、もうちょい上げる、はい、はい、はい、焦って動きすぎこうぜ。どうせよ、まあ、焦って動きすぎだって。だからスキー振り出しちゃうんだよ。じゃなくてもっとゆっくり動いてスキーについていってから次の外スパ、焦ってガン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 、こういうターンがすごい多いんだよ、ね、じゃなくて焦らないでゆっくり動いてつなぐように意識する。コータお願いします。コータ、おい、コーキ、よかったよ。今ぐらい前にしっかりゆっくり動くように意識してごらん。よかったよ、今の。はい、ヤマト、サモメン。そうそうそう、そういう意識で、トップ方向に前を動いてみよう。はい、検証 OK。 検証 OK。 下のライフは、固定の状況を大きく設定しています。入籍を受けましては、今、入籍をされていただきます。はい、右外側の時の腰の位置ね。はい、こっから先の課題は、右側です、お願いします。
はい、リホ、内足しっかり倒してきな。今のイメージ、今ぐらいシフトで食べてみたい。はい、頼んで。外腰下げて、内側上げていくよ。で、ゆっくり動きなさい。はい。ゆっくり出ます。お願いします。これちょっと危ねえ。はい、ゆっくり倒す。よかったんだけど、動くのはもうちょい前だと。今のだと横に向かって動いてるから体重も分かります。 OK と OK、はい、そのイメージで、はい、足に絶対に揺れない爪痕を見せるようにこう使う。はい、今日絶好調じゃん。どう、ターンとターン繋がってる感じする？ねえ、今ぐらいゆっくり動いてた。そうするとターンとターン繋がってる。マイペース4本目。オッケー。前に動けた。じゃあ、行きます。お願いします。オッケー。いいよ。あとカーレン、ちょっと頭の位置を変えないで前にうまくいないと。ちょっとこう真上に伸びてる。吉谷さん4本目。はい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 。早いよ。早いよ。呼吸いきます。お願いします。はい、OK。ちょっとボールから離れすぎだった。ちょっとボールの位置。ちょっと多分間を作りすぎた。今ぐらいかな。はい、みのりセット外号1本目。ちょっと行きます。お願いします。はい、OK。 お願いします。はい、OK。 途中振り幅出てくるからな、ちゃんと頭入れていけよ。以上です。お願いします。そこだけ注意、足元からしっかり動かせ。はい、ちょっと待って。はい、OK。 はい、OK。 OK。次。
思い切りやってこいって。はい、OK。お願いします。あ、内島さんも出てる。大丈夫です。撮ってます。コート2本目はい、コートポジションをしっかり起こして胸を起こして目線を上げてくことで膝だけで返すなよ、はい、もう起こせちゃんと、3本目。なんでだ。ああ、なるほど。はい、山田三本目。
ある雑な張り方ですこの人だから次内島行きます。はい、OK だぞ。いつもと一緒じゃないか。意外と来れるじゃん。うん。ちょっと見えてる。前に伸ばす。はい、みのり。今日は奥多摩 GS です。いいね、テンション。それぐらいしっかり足首入れて緩まないように意識してよ。あれなんか久しぶりだから、久しぶりだからちょっとライン取りとか今日の位置とかいろいろ考えながら。ヤマト、ちょっと腰開いてるぞ。前半腰しっかりターン方向に整体していくようにね、行ってみよう。いいよ。まあ、久々だったらさ、このタイミングだったらこうでしょ。と少し開いてるぞ。クローチング組んだ方がいいですか。いやいや、いいよ。普通に全部クローチングとかいらないから、基本的には足首ベーシックな部分しっかり大事して。要はちょっと板ずれてるぞ、こんなことずらさない。カノン、もうちょっと腰、内腰高くしろ。 OK、はい、マッスル入ります。内村さん、ちょっと切り返してもう少し腰前です。そしたら吉根さん、結構良かったので、とにかく足首緩めないように、足首は緩めないけど角付けはしっかり緩めていく、はい、足首を入れた状態で角付け緩めるように意識しましょう。はい、はい、ちょっと打ち腰が低くなっちゃってるな。ほら後半、クリスさん、ちょっと打ち腰低くなっちゃってますよ、はい、もうちょっと高くキープで、はい、おーさー、クローチング組んでいいから、クローチング組んでいいから、ちょっと縦に行けるけど、どんどんハイサイも危ねえ。
ホウキもうちょっと切り替え前にゆっくり動いてごらん。はい、OK、 急いで焦ってパンパンパンって切り替えないでゆっくり前に動いてごらん。 OK、 もう一回ずらさないでしっかり縦に踏めてるからね、ゆっくり動きなさい。スパンって動かない、ゆっくり動かない。でどんどん板下。はい、みのり2本目。めっちゃ頭の位置変えないできてえな。ねえ、やつ抜かないヤマト。上からのガンってやつ前に押し出す。ああ、いいじゃん、腰の向きよく合わせて。はい、 OK、 もう一回。こっちだな、右外側だ。カレンじゃない、カノン。はい、スワカノン2本目。ゆうちゃん絶対こう肩から入ってるから、ね、直そう。肩のライン気にして止めないようにと、外を下げて内を上げていくイメージでいってごらん。もう少しこう起こしていく感じ。今ちょっと寝てるんで、ちょっと起こしていく感じ。どうしないさ。はい、コース。外足の圧が弱いので、やっぱ久々かちょっと離れちゃう。なのでもう少し外股関節曲げて、重さ乗っけていく感じ。なんでスキー振り出すんだよ。そこ振り出しちゃダメ。焦って動きすぎ、コース。じゃなくてもっとゆっくり動いてスキーについてってから次の外スキーを使う。いい、もっともっと間を作らなくちゃダメ。お前はいい、結構焦ってガン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 ってこういうターンがすごい多いんだよね。じゃなくて焦らないでゆっくり動いて OK、 つなぐように意識してごらん。はい、おい、コウキよかったよ。今ぐらい前にしっかりゆっくり動くように意識してごらん。よかったよ今の。体から行かない。はい、みのり3本目。そう、頭の位置変えない。そうだ、 OK。 お、みのりこれはいいぞ。はい、検証3本目。できるだけ腰高で滑りたいんだけれども、頭の位置をあんまり変えないように意識して滑ってごらん。そうすると圧が抜けないでいけるから。はい、OK。そこ意識して。はい、OK。はい、カノン3本目。はい、OK。片足の重さ外しならない。横に引っ張らない。弱いから弾かれる。動くスピードはこれぐらいで。前だと。で、今のだと横に向かって動いてるから、もうちょいこっち方向、コーチたちがいる方向に向かって動くように意識してごらん。OK。動くスピードは良かった、タイミングと。はい、右と間違えた。で、左外側かなり OK で、右がちょっとスタンスが変わってっちゃう。スタンス変えないように。おーし、空気良くなったよ。そう、こうやってゆっくり動いて間を作る。そうするとターンとターン繋がるからね。
どう、ターンとターン繋がってる感じする？ねえ、今ぐらいゆっくり動いてな。そうするとターンとターン繋がるから。そうそう、ゆっくりは動くけど、ゆっくりは動くけど、もう少し全部当たるぐらい近く。実り4本目失礼します。お願いします。お、実り良くなったよ。これは良かったんじゃないか。はい、ヤマト4本目店長、今いいよ。今今ぐらいにスーって抜けた。今の感じに抜けた。はい、オッケー。はい、カノン、4本目いいです、お願いします。今の方が重さ乗ってスーって抜けた感じ。カノン、いいよ。はい、カノン4本目なんかやっぱこうなるかなってちょっと思ったんだよな。はい、福井さん4本目よろしくお願いします。はい、OK。はい、後期4本目後期動く感じすごい良くなってるよ。後期です、お願いします。やっなんかちょっといいんだけどちょっと別にもう少し勝てる。はい、セットが英語1本目ヤマト。はい、ケイト、おっとこもっていはい、急にこう、みんなができてきた時のスケをポールの下でしっかり緩めるように。オッケー。いいよ。わあ、いけるかこれ。テンション。カノンです、お願いします。はい、ちょっと待って。しっかりフラッグの裏側に入っていくように意識しろ。はい、オッケー。コータです、お願いします。だけちょっと近いぞ。 OK、はい、コータセット替え後1本目コーキンキャラス、お願いします。いいよ。あの、振り幅が出てきた時にエッジが長いいつまでも乗ってるから気になっちゃう。コーキンです、お願いします。はい、コーセーセット替え後1本目お願いします。よし、こっちだ。コーキー、お前ユキガイスなんなの外行くの。外行ってみる。もしやってこいして胸起こして滑りな。ちょっと頭が前出すぎ。もうちょっとポジション起こして。OK。はい、内島さん。あ、内島さんも出てる。大丈夫です、撮ってます。ちょっと右側にやっぱ弱いって、はい、圧がやっぱ抜けちゃってるから。検証、セット外後2本目どうぞ行きます、お願いします。どういうこと。に
腰をしっかり出してくる。次の外腰。はい。オッケー。あと右ガイドとか、右ガイドもう少し重さ乗っけた方がいい。ちょっと軽いから。少し軽いから。重さ乗っけて、外股関節曲げて重さ乗っけて、下半身が低いです。はい、リホセット外後2本目はい、後期セット外後2本目狭すぎると倒れないから後世セット外後2本目まだ膝だけだよ単中なんだよ単中ここでグッと潰れちゃうからよしなりさんセット外後2本目そう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 、オッケー。はい、福井です。お願いします。はい、皆さん、右足外側の、重さ、しっかり乗せていきましょう。もう少し右外側は、向くのを、ちゃんと向けてから向くってます。はいはい、ちょっと開き。で、検証。セット外後3本目。お願いします。はいよ。はい、カレンセット外後3本目。カレンです。お願いします。よ。リホです。お願いします。はい、オッケー。ちょっと乗ってる時間が長いぞ、はい、もうちょっと可動付け外してってごらん、はい、OK はい、後期セット外後3本目長い長い長い外したらフラットになるコーテーです、お願いしますはい、コータセット外後3本目奏でいきます、お願いしますはい、奏でいいよちょっと頭前ですもっと起こしなさい頭前ですはい、吉兄さんセット外後3本目内島さんもうちょい前だなお尻。すごい良かった。ほい。抜けすぎて。あでも体から行く感じはすごいなくなってきた。抜けてそのまま立ってみる。はい。あでもこの一本内島さんすごいいい。はい。はい検証。セット外後4本目。はい、行きます。はいよ。はい、カレン、セット外後4本目。そうです、お願いします。はい、お願いします。そう。
カノンです、お願いします。できてたよ。グッド。はい、いいよ、もう一回。カノンセット外語4本目。メリハリあるぞ。お願いします。あの返す感じは出てきたよ。出てきたけど上に抜いちゃダメ。次の方向にしっかり体を向けて。コンタです。お願いします。はいよ。コンタです。お願いします。はーい。オッケー。いいぞ。ポールの裏側で角付け外してってごらん、もうちょっとちゃんと、はい、OK、 常にこうやって詰めてるからもうメリハリないんだ。はい、吉谷さん、セット外後4本目。